ここで切り返すわけだから、ちょっと来たってフラットになることないです。フラットになって一番吸収して角度切り返してあげたいのに、ここでフラットの状態でいると柔らかいと大丈夫ですよ。全然そういうのアイスバーン、アイスバーンになった時にもうキュルキュルして方向定まらない。このちょっとのズレが自分が行かれて次のターンを入っていけない。だから吸収しました。この次の膝を向ける角度っていうのは次の自分が一番マックスに吸収するところ、コブの頭。だから僕たちが見てるのはもう本当に出口、コブの頭しか見てないです。一番吸収するところ、ね、角度、方向を決めるところ。だからバッとこうやってラインやります。それならもう綺麗なコブです。あの人工で作られたコブは、ね、その中にもちゃんと通って見えます。こうまっすぐじゃないです、必ずしも。だから左右のターンコは変わってきますけど、しっかりその一番吸収するところ、下ボトムになって伸ばすところ、今度また登ってきて次のコブの頭には吸収して、ね、でもどん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 と落ちてきて、でもそのマックス、コブの頭のところでエッジがこうかかっていれば、この振動、音差で行くのと下の向きでそっちに板走りますんで、ね、あと方向変わらないからって、あ、もうちょっとそっち行きたいとか、腰がこう出たりして、常に体のブーツの上には腰がどしっと乗ってることです。で、ケンドウキの言ってた、ここで回す、ここで回さない、ここで回すっていうことはブーツの上に腰が常に乗っかってる。常にコブに入るとこの連続になりがちなんですね、皆さん。こういう感じじゃなくて自分ついていけばいいだけ。先落としとかも言われるけど、先落とさなくても足の裏全体こう踏んでます。それに左右に合わせて整体してあげれば、この垂直に圧が加えられるところに行けば、足の裏全体で踏めるところに、常に足の裏全体でそのシャドウに対して90度で踏んでやろうとすると、こう行くだけで、体持っていくだけで先落としなんか必要なくなります。そういう意識、先落とし、先落としってこればっかり意識するから後傾になっちゃったりしますので、それに合わせていってあげればいい。ウェーブのような感じで、ちょっとここ行きます。どうぞ。はい、ちょっと先生上げてから。上げてからか。どうぞ。ダニエルで。はい。はい。うれかわいい、えいえいえいっす。あー、何やってんだよ。
出るときから、ちょっと低めにポジションを取ってください。っていうのが、どうしてもコブを、伸びる動きっていうのが、吸収して伸びるときに、自分がスタートするときこの構えでいきます。でも、吸収して伸びるときって、多分吸収して、これ以上に伸びたときですね。そうすると、やっぱりこう、ボン、ボン、ボン、弾むような動き。上手い人って多分、全然弾まないんですよ。タン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 。あれって、結構、僕らもそうなんですけど、もう、このぐらいしか動いてないんですよ。はい、はい。吸収しますけど、ニュートラルのところに戻すんですよ。っていうところを、ちょっと皆さんもやってもらえれば、またちょっと滑りが変わってくると思うので、一旦、フラットバーン滑るときに、ここからも、一気にフリーランで行っちゃいますから、どんどん滑っていきたい。で、フラット滑ってるところから、頭反対にして、構えて、フラット滑ってる。ちょっと、ももスタートの時も、入るところから、半分、少し入ります。で、そして伸ばすときは、ニュートラルの入れない。で、まだ、ゴムがあったら、カマ。よし、あっちゃん行こう。はい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 、どんどん行きましょう。行ってください。僕ちょっと撮ってますんで。行ってください。どうぞ。僕、ビデオ撮ってますんで。腰の下だからもうほんとね、リフト待ち、皆さんリフトで待ってる時間とかありますもんね。いや、それ誰でもあるから、はい、その時にもしっかりと片足でこういう風に足の裏全体で雪面を押さえて、足の裏全体で押さえてる、まあ、足の裏全体で押さえてしたらこのすねにプレッシャーかかりますよね。だからこういう風な例えば立った時に、クッと膝入れた時に、上からこう見ても、ブーツの先が自分の膝で見えない。見えるようだと乗れてないです、後ろだと。はあ、こうして、見ても見えない。見えない。その位置です。はあ、それで、感覚を養う、腰の下にブーツを置く感覚としては、こういう斜面でも、リフト待ちでも、こう足を上げてみて、バンと、足の裏全体で踏めるところ、全然見えてる、うん、これがこうだと絶対違和感あるよ。なんか気持ちよく踏めない。だって気持ちよくこう踏めるのっていうのは一番腰の下にブーツがないと踏める。ちょっと下がっておきましょうか。これ地味ですけど、これあとスケーティングの上手い人はスキーも上手いね。スケーティングには全部の要素を含まれてます。ターン技術、エッジ、体を乗っけていく、ね、スケーティングすればその人の技術もうすぐ分かります。スキーゲーム、ね、あとストックつくタイミング、ちょっと平らなところまで行きましょうか、ね、ちょっと下下がりましょう。ちょっと下行きます。一番これが進む自分なりのスケーティングだというのは一番前に、はい、ストックついてください。ストックもう見ます、ね、ストックのつき方も。ストックつかないと前、これだけストックつかほうが前につくなる。一番自分の中で進むスケーティングを見せてください。何も言わないというのはいきますよ。で
はい、どうぞ。行きますよ。スケーティングの時に、はい、体が、はい、これね、もう少し外に出した方が進む。こういったら進むと思ってるんですけど、はい、こう行く時に体が乗っけていってないね、はい、前に行くからもう次の方、次の方進まない、伸びがない、はい、ただこのシャドウ落ちるのあれだけに乗っかっていってるだけで、うん、あと、あ、みんなが言ってたから、はい、自分じゃもう一遍リフト行く。いや、終わりだと思います。あ、ゴンドラやろ。オッケーオッケー。はい。足の出す。ね、すぐ次ついちゃって、はい、重心がずっとここなんです、はい、踏み出すのに重心こっちになりますね。ずっとここに置いてるままでも。はい、次、いいですよ。いいですよ、次、あ、野川さんいいですよ、手。手どうなんですか。ちょっとね、あばきっぽい、ちょっと、ね、あ、なるほど、部屋で来たの。それですぐペッタン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 って落ちる人、これ絶対進まないね。片方に乗っかって、腰を乗っかっていったら乗っけていったら、実は伸びる。体を持っている持ってる時間を長くするとここは普通のターンしてください。いいです。